皆様こんにちは、ゆうなこです。今日は私の記念すべき YouTube 記念すべき初 YouTube 投稿日となります。本当は実家の広々としたお部屋を借りて撮る予定だったんですけど、ちょっと予定が合わなくって、そう、旦那のお母さんのお部屋を借りて撮っています。ちょっと準備が間に合わなくって、今 iPhone で撮ってます。 iPhone で撮ってるんですけど、ユーライクを使ってます。ユーライクを使ってるんですけど、加工は一切かけておりません。今回の動画なんですが、まず自己紹介、始めた経緯、今後の動画についてお話しさせていただきたいと思います。そして実は私、皆様に謝らなければいけないことがありまして、動画の最後にお話しさせていただきます。本題に戻るよん。自己紹介ですね。自己紹介、私は自己紹介していきたいと思います。TikTok をやらせていただいてまして、3月の27日ぐらいから本格的に始めたんですけど、結構動画ね、反響いただいて、で今現在フォロワー7万3000人の方からフォローして7万3000人の方からフォローしていただいてまして、で私は年子のママです。年子ママ、娘が2人、3歳と2歳の娘が2人います。旦那さんももちろんいます。旦那さんは私の1個上の23歳です。言い忘れてた、私は22歳です。自己紹介はこんぐらいかな。なんかもう慣れてないからすいません、すごいぎこちないと思うんですけど、ちょっと緊張してるっていうのもある、初 YouTube で。で次が、YouTube を始めたきっかけになるんですけど、 TikTok のコメントで YouTube 始めてほしいですっていうコメントが結構多かったんですよ。でも私的には10万人いってから始めようかなっていうふうに思っていたんですけど、結構多かったから、じゃあ6万人いってから YouTube 始めますって言って、思ったより早く6万人到達して、ありがたいことに。なのでまだ準備も全然できてない状態なんですけど、そう、 iPhone のカメラから始めさせていただきます。それとあとはなんか、まあ、私メイクそんな詳しくないんですけど、でもそのメイク動画を出してほしいっていう声だったり、あと1日のルーティーンが見たいっていう声とかも結構あって、そう、でも TikTok だとね、結構時間が限られるから、そうだからなおさら YouTube 始めようかなと思って始めました。もうね、まだね全然ぎこちないと思うんですけど、まあこれから徐々に慣れていくんでよろしくお願いします。と次に何だっけ、これからどういう動画を上げていくかっていう話ですね。まずは全然すいません全然詳しくはないんですけど、まずはメイク動画と、あとは TikTok でも結構上げさせてもらってるんですけど、料理系の動画と、あとは要望があった1日のルーティーンとかナイトルーティーンとか、そういう日常的なねものとか、あとは質問に答えていく企画みたいなのあるじゃないですか。その質問に答えていく企画とか、あとはストーリー、インスタグラムのストーリーとかで定期的にどういう企画がいいですかっていうのを募集しようと思って、でその募集で多かったものをやっていこうかなと思ってます。あとは後々はプレゼント企画などやっていきたいと思います。そう、日頃のね、日頃のフォロワー様、登録者様への感謝を込めてプレゼント企画も後々やっていけたらいいなと思ってます。そして結構序盤から皆様なんだろうっていう風に気になっていたと思うんですけど、謝らないといけないことがあるっていう風に私言ったと思うんですけど、実はね、私結構 TikTok 投稿するとき、私結構でもないけど、まあまあ加工ついてるんですよ。だからそっちを結構
そっちを中心に見てる方からしたら、え、これ全然違くないみたいなそうなるかもしれないんですけど、それはちょっとすいません。そう、さすがにね、 YouTube となってなんか加工ガンガンで動画上げるっていうのはさすがにやばいかなと思って、まあせめてもこのユーライクを使って、そう、加工ゼロにしてやってみてる感じです。ちょっとそこは本当すいませんって感じなんですけど、あとはですね、TikTok の方で結構しっかりしてて賢いお母さんみたいな、しっかりしてて賢いお母さんみたいな感じでなんか通っちゃってるんですけど、実際はそんなことないんですよ。ちょっとっていうか結構猫かぶっちゃってますよね、うん、そう、だからそれもYouTube では本来の自分をガンガン出していきたいと思ってます。初めての投稿だからしょうがないにしても、なんかこんな感じでいいのかなっていう感じなんですけど、まあ最初はこんな感じで、次回からはしっかり撮影する場所を確保して、うん、本格的にやっていきたいと思います。頑張る。そう、終わり方すら分かんないんですけど、どうやって終わるの YouTube って。なんかね、まだまだ分かんないことだらけで、すごいちんぷんかんぷんなんですけど、まあこんな感じで今後も頑張っ、こんな感じじゃダメだな、うん、まあ成長しながら頑張っていきたいと思うので、よろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。あ、次からはしっかりした YouTube 投稿します。